はい、でも iOS12 皆さんされたかと思うんですけど、あることに気づきませんでした。それね、あることに気づいたんですけど、設定のね、今まではアプリとか変に寝ぼけて消しちゃったりとかする人とかよく使うと思うんですけど、機能制限ってあるんですけど、設定の一般ところに今までは機能制限っていうのがあったんですけど、なくなってるんですよ。どこ行ったのみたいな。あれがなくなってるですよね。なんかどこ行ったのっていう感じなんですけど、本当に立ち上げるとパスワードSiriと検索、でもこれ違うでしょ。ショートカットとかはなんかSiriのショートカットとか作れるようになってるんですけど、なんとね、これ通知サウンドお休みモードの下になんかスクリーンタイムってあるじゃないですか。このスクリーンタイム、これですね。これを押すと、スクリーンタイム。どんだけゲームに時間使ったとか、いろいろ、調べ物とかね、いろいろこう、使った時間出てくると思うんですけど、これのコンテンツと、プライバシーの制限。コンテンツとプライバシーの制限。これね。これでパスコード入れてもらったら、画面がこう、コンテンツとプライバシーの制限。でね、アプリのとこ制限入れてるとしたら、iTunes および、これですね。アップの削除、許可。とかね。こういう感じで機能制限が出てきます。許可されたアップとかね。これも許可されたアップ、それからコンテンツ制限っていう感じで、こういう感じで一覧が出てきます。ここで切り替えるみたいです。ハルキオはアプリを変になんか寝ぼけて消さないように、削除を許可しない。これで安心して押し間違って消しちゃうことがないっていうね。押したとしても震えるだけで、この左上に×が出るんですけど、これが出なくなる。で、消しちゃうことになる。寝ぼけてたら、朝起きたらアイコンの位置が変わってるっていうことはあり得るかもしれないけど、消しちゃうっていう事故はなくなるわけですけどね。という感じですよ。設定のね、設定のとこの、一般じゃなくて、このスクリーンタイム。こちらの方で、こちらの、コンテンツとプライバシーの制限。これで制限が出れますんで、皆さんも再確認の意味で、この動画参考にしてもらえたらと思います。ということでね、よかったなっていうことはグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。ということで、またな。